悲しみです。あ、ちなみに皆さん、そうだ、ちょっといいですか、ちょっとお時間いただいていいですか。そういえばだけど、届いたわ見て、届いたわ、近未来型、近未来型だ俺はやばくない？ちゃんとよくさ、松清とかでさ、天下とか買うとさ、紙袋に入れくれんじゃん。 Amazon で頼んだらちゃんとこういうなんか紙で包まれてたわ。珍しいと思って。だからご両親と住んでる方とか、彼女と一緒に住んでる方も、大丈夫ですよ、きっと。おそらく、なんでしょうか、プライバシーが、ちゃんと守られた中で届くと思うんで、ちょっとね、でね、これが、めっちゃ重たいんだよ。この重さをさ、どうやって、みんなに、あれだろう、これ、すんごい重たいの、マジで。うん、ちょっと開けてみるか、少し。ちょっと、ちょっと待って。開けてみますね。でちなみに俺ちょっとまず最初にショックだったのが、後ろに書いてあるんだよ、ドイツのアーダコーダって言ってたじゃないですか見たらメイドイン、メイドイン、これだとメイドインチナって書いてあるわ。 CHINA、 マジかよ。いや、まあだから製造がよくあるじゃないですか、計画だったり開発は、まあ実際ね、まあドイツだったりとか、まあわかんない、日本とかでやって、でまあそれで製造とかさね、発注かけたりとかするのが、まあ、中国ってことよくあるじゃないですか、うん、だから多分開発は多分ドイツだと思うんですよ。いろんなデータのもとにね、さまざまな うねりのデータ、実際の膣のうねりのデータだったりとか、まあ男性たちの主観的幸福感、主観的満足度の調査だったりとかして、おそらくやってると思うんですけども、見てみてください。かっこいい。かっこいい、マジで。なんか、いい買い物したわ。いい買い物したわ。おかしいって、マジで。ちょっと待って。おかしいってば、こんなの、ねえ、おいちょっと待って、おい、バズーカじゃねえかよ、これ、これ、なあ、これ、何、バズーカだよ、こんなの、でかすぎだろ、なあ、はぁ、でかすぎじゃん。え、待って、マジ、こんなでかい。ねえ、これ何？おなほなのこれ？ちょっと待って、おか、何なの？もげちゃうよ。じゃあ、これね、どんくらい重たいかってみんなに、え、これさ、重量書いてないから、もげちゃうよ、こんなのつけたら。書いてあるだろう。重量が、え、書いてねえ。もげちゃうって、こんな。書いてね、いや、500以上あるわ。500以上。マジで、そうだな、500だな。500、600ぐらいだな、でもやっぱり。うん。すげえ重たい。じゃ、何キロかって書いてねえんかし。普通書いてあるよな。俺そんなチンキンねえぞ。なんか、これ狙ってるだろ、このボタンの使い方、これ。なんか。なんかこれ。うん。おい、なんかこのボタンの使い方のこれ、なんかあれだな。制作者これなんか狙ってるな、これ。なんかな、これ。ああ。なんかこれ。くだらねえな。ちょっと一回、重さだけ見たいんだけど、書いてないっすね。なるほど。載ってないね。表が日本語で裏が
まあ、英語になってるわ。ちょっと見えないかもしれないけど。うん、で、まあ、使い方は使用前に潤滑液を、このインナーホールっていうところに入れるんだって。後で見てみよう。で、スイッチを押すと。え、これさ、女の子の声出るやつだよね。喘ぎ声ボタンっていうのがあるらしい。こういうのって電源充電されてないか。ああ、動かないな。待って待って、ボタンがたくさんあるんですよ、こうやって。はい、これがあのヒートモード、あったかくなる。これが Bluetooth でなんか使えるモード。あと分かんないけど、なんか、うん、クソデカなんだけど、これどこに入れんだよ。まずこれちょっとイヤホン入れられるとこもあるわ、こうやって。イヤホンを、え、ちょっと待って、おかしい、こんなのありえない、クソ重たい。ちょっと一回開け方、充電ケーブルっていうのがあるんだ。重たい。だって俺のこんなにあるんだよ、わかる？肘まではさすがにないけど、こんなにでかい。わかんない、つかまされたかなこれ。ちょっと待って、一回開け方。本製品は男性のオナニー用品で、伸縮刺激で敏感な部位を刺激させて、男性にオナニーの快感を享受させます。充電が必要と、なんか、やり方が書いてないんだよな。あ、やっぱこれだ。これの赤いところを、ん？これで多分開くらしい。あ、これか。ここだ。ここの赤いとこを下にやると、ん、え、やべ、全然わかんない。猿のなんか、猿が知恵の輪やってみたいになってる。全然わかんない、マジで。ちょっと待って、一回見るね。あ、電源を接続して開けないといけないんだ。あ、だから充電しないといけないんだ。じゃあ充電しようぜ。少し充電しながらスマブラやろうよ。ちょっと、うわ、俺マジでなんかこれじゃちょっとなんかちげえな。あー、俺ネタでやりたくなかったんで、本当にさ、ぶっ刺しながらさ、ゲームやりたかったんだけど、ちょっとこれだと現実的じゃないわ。こんな海外のおちんちんみたいに俺大きくないんだよ。なんかあの、登山家の水筒ぐらいあるわ、マジで。うん、どんくらいの大きさかっていうと、登山家のほんと、うん、水筒。もう一個なんかあるな、これなんだろう。何これ、うわ、ね、何これ、うわ、待って、何これ、うわ、何これ、ええ、めっちゃなんか、え、うわ、すっ、な、なに、うわ、なにこれ、うわ、すごい、すごい、氷のうですね、これ。ここに氷を入れてアイシングするっていうやつなんですけど、これ、氷のうですよ、これ。あ、なるほどなるほど。まあ、とりあえず充電しよう。とりあえずね。